死への海ごとをくじら、と、葛飾北斎が1830年頃、捕鯨文化とは、日本において、捕鯨、クジラ漁、古くはユ、雄、うとりや、クジラトッとっと湯を、産業だけの枠にとらわれず、捕鯨が、盛んになるにつれ、日本人特有の維持や、感謝の心根などから発生したとも言われ、偶然の捕鯨により、クジラの利用がされた地域や捕鯨を制御にした地域において、 捕鯨やクジラにまつわる様々な信仰、伝統芸能、祭礼、絵画、書籍などが各地域で発生し伝承され、現在においても育まれ地域信仰として催されていることを指す。日本でクジラは文化史や産業において魚であるため、以下の事項においては魚として記載されている。日本以外でも、 捕鯨や鯨にまつわる文化や信仰と呼べるようなものが散見されるが、その文化において、魚とするか、動物とするかは、その国の歴史による。産業としての捕鯨については、捕鯨、鯨骨、鯨油を参照。また、捕鯨文化のうち、鯨料理に関する食文化や書籍については、鯨骨、鯨肉を参照。 巨芸の背中に乗る宮本武蔵、歌川国吉恵比寿は、外来の神としての性格を持ち、外洋から訪れるクジラに、恵比寿の神格が重ねられる。日本において、よりクジラ、流れクジラと呼ばれた漂着クジラが高い頻度で発生する。それらのクジラを、恵比寿と呼んで神格ししながら受動捕芸として盛んに資源利用し、これが、より神信仰の起源となった。 特に三浦半島や能登半島や佐渡島などに顕著に残り伝承されている。よりクジラの到来は七浦が潤うとも言われ、エビス神が身を提して住民に恵みをもたらしてくれたものという理解もされていた。土地によって逆の解釈もあり、エビス神であるよりクジラを食べると不良になるという伝承も存在した。流れクジラやよりクジラを捕獲や 裏や湾に迷い込んだクジラを追い込み量で捕獲した記録が日本各地の海浜地区で残されており、その大量に賑わったことや感謝や追悼を様々な形で表し記念碑を立てて後世に伝承している。また、日本各地の捕鯨を制御としていた漁業十字地域では、放漁祈願や追悼として地域住民が定期的に設けた石踏みに蜘物や歌、 踊り、音楽などを捧げている。ここで紹介する例は、全体のほんの一部である。個々の名称は、塚や、墓など様々であるが、ここでは総称として、人た仏教において、クジラの供養に関連する表記はクジラゲーとするところが、多く、クジラは、オスクジラ、ゲーは、メスクジラのことである。また一部地域では、クジラとイルカを分けておりイルカは、 ふと表記する。神社に、クジラの墓や奉納された遺灰があるが、記載の誤りではなく神仏集合の影響と考えられる。神道と仏教を分け隔てなく供養や祭りをしている地域も多くあり、また追悼や、感謝だけでなくあたつみや漁業神として、クジラを祀る地域もある。歌川広重名所江戸百景、品川須崎詩人の金子み鈴は、 山口県長門市千崎で生まれた。千崎は、クジラの捕獲で成り立っていた漁師の村であり、ここにもクジラバカが存在する。カネコミスズは、クジラ吠えをする地域の習わしに感銘し、クジラバカを描いた。この、クジラバカが慈しみを主題とする、カネコミスズの刺繍の原点とも言われる。クジラ神社とは、クジラに対する感謝や、 追悼のための塚を建てたり、身体として、クジラの意外を祀っている神社や、あるいは、捕鯨行為自体を神事として捉え信仰している神社、などの捕鯨とか代わりの深い神社の俗称。クジラトリーガランビ神社クジラトリーとは、神社の鳥居が、クジラの骨でできている鳥居である。日本で最古のものは、和歌山県大寺町のエビスの宮の鳥居である。 このことは、伊原西閣の、日本英大蔵1688年観光に、キロ・オ港、ミナ大治という里の、祭祀の歌へりこのところは、繁盛にして、若松村りつける中に、クジラエビスの宮を伊は一人にその魚の、洞骨立史に高さ三畳ばかりもありぬべしと、記述があり1688年より古くから、存在していたことがわかる。他には、 長崎県有川町の街道神社にあり、1973年に、日東捕鯨株式会社によって奉納されたが、記録によれば、現在の鳥居は三代目であり、それ以前は何で作られていたか判明していない。これらが現在、日本にある、クジラ鳥居のすべてであるが、かつて、日本統治下の台湾の最南端のガラン花にあった、ガラン美神社、または、カラフトにあった、 札塔恵比寿神社、北方領土の四古丹島の四古丹神社の3カ所に、クジラ鳥居があった。以上5カ所はそれぞれ捕鯨に直接または、間接的に関わる場所である。クジラ寺とは、捕獲したクジラに灰を作ったり、戒名をつけたり墓を建てたりといった供養を行っていた寺の俗称。中には、クジラ過去帳というものまで作成して、クジラの海苗、 取れた、日時、場所や種別、大きさ捕獲したクジラ組の名称まで詳細に記録を残している寺もある。そのため捕鯨史研究の資料としても重要な存在である。クジラ芸供養やクジラ芸過去調と表記する場合が多数である。クジラ、観音日本各地にクジラに対する量の感謝や供養を 表現した歌があり、主にクジラ漁を制御にしていたクジラ組により、奉納されたもので、現在も伝承されている。クジラ歌と同様にクジラの到来や、感謝や、追悼の意味を込めて踊られる。日本各地で、クジラ両神事やクジラ供養祭などと呼ばれる捕鯨や、クジラにまつわる祭りが自社を中心に、地域振興として開催されている。 日本各地で行われるクジラ祭りと呼ばれる祭りで主に使用される。特に、クジラ船出しにおいては、古くから保存されてきた実物も多く存在しはせや、伝統捕鯨の文化史的資料としても貴重である。クジラと捕鯨に関する絵巻物。出所不明のものなど含め、日本には多数の絵巻物が存在する。古式捕鯨巻絵。 胎児捕鯨に関する歴史的書物や文献。クジラ料理の書籍は、芸骨、芸肉を参照。日本全国にある捕鯨やクジラに関連する水族館や博物館。捕鯨問題に関連して捕鯨の中断などから日本の文化のいくつかの存続に少なからず影響を与えることについての具体例の記述。食文化については、芸骨、 芸肉を参照。世界の10大小説の一つでもあるハーマンガメルビルの白芸は、アメリカで捕鯨が盛んだった当時を舞台に、世界有数の捕鯨港ンタケットから、太平洋でマッコクジラが多く生息する海域、ジャパングラウンズを目指す、捕鯨船を描いた海洋冒険小説である、イルカを含めクジラとした、詳しくはクジラを参照。流れクジラや、 よりクジラの意味については、ホゲや座礁クジラを参照。他に漂着物や水死体なども同様の進行対象とした例がある。詳細はエビスを参照。大王朝誌編纂委員会。大王朝誌321から324。892ページ。平成6年8月1日。大王朝発行。日蓮書上 鎌倉イブン1枚2 8 3十号東京都、墨田区両国和歌山県から、三重県にまたがる安大阪市中央区、千日前。ありがとうございます。